ヒースローターミナル4駅はロンドンヒースロー空港にある駅。ヒースローコネクト及びヒースローエクスプレスシャトルが発着する。当駅はヒースローエアポートホールディングスの現存会社ヒースローエアポートリミテッドの所有であるが管理はヒースローエクスプレスの運行会社であるヒースローエクスプレスオペレーティングカンパニーが行っている。ヒースロー空港には ロンドン地下鉄のピカデリー線も乗り入れているが、ピカデリー線のターミナル4駅と当駅は別の駅となっている。ヒースロー空港の空港ターミナル4のアクセス駅、ターミナル1.23及びターミナル5にはそれぞれヒースローセントラル駅、ヒースローターミナル5駅がアクセス駅となる。当駅とヒースローセントラル駅間については無料で利用できる。なお、ロンドン交通局のトラベルカードについては、 ピカデリー線のターミナル4駅がトラベルカードゾーン6内にあるのに対し、当駅では利用できない。1999年の開業当初は、市内中心部パディントン駅との間を直通するヒースローエクスプレスが発着していたが、2008年3月にヒースロー空港のターミナル5が開業したのに伴い、そちらへのアクセス駅であるヒースローターミナル5駅が、 ヒースローエクスプレスの発着駅となったため、変わって、ヒースローコネクトが当駅に乗り入れるようになった。その後しばらく当駅を発着する列車は、ヒースローコネクトのみであったが、2010年5月から、ヒースローセントラル駅と当駅の間を往復する、ヒースローエクスプレスシャトルが運行を開始し、現在に至る。クロスレール1が2018年頃を目処として、当駅に乗り入れる予定である。 ありがとうございます。